他のブロックもいい感じですかね。よし。アイス。オッケーですね。はい、ということで。回戦。そうですね、2回戦ですね。アフェクション VS 45分ビギナーズ。ず。45分って言っちゃった。40。いや、もういいんじゃないですか。45ミンビギナーズで。日本語と英語ごっちゃだけど、45ミンビギナーズ。あら、ここもサクサクいきますね、バ早いですね。なんか、第ン。1回の時は、そんな早いっていう感じはしなかったんですけど、早いで毎すね。回毎回。まあ、もう。バンしたいのは大体決まってますからね、最そう近ですの傾ね。向としては。その中から FC のバンしていくって感じですかね。これあれですね、45分の方は結構本プレイヤーが多いのかな？10 seconds まあ、2人 remaining. ぐらい見たことある名前の人がいます。5 seconds remaining. すいません、ちょっと意識が遠のきそうになってましたはい。ね。すいません。いや、落ちちゃった。雷にやられたのかなと。ワイパー取ってきましたね、これ。ワイパーにデスプロフェット。どっちも デスプロフェットにシャドウシャーマン。これ、なんかさっき見た気がしますけどね。まあ、けどお互い、この3ヒーロー全部、いつも強いヒーローですね。で、インボーカー。インボーカーは、このヘロムっていう人ですね。文字1人だけ色が違う。この人が超得意なヒーロー。結構人体でバーンされるんですけど、今回は取れてますね。多分大喜びしてると思います。すいはい。ません。了解です。ちょっと無情さん、すいません。一人でちょっとやってってもらっていいですか？ちょっああ、とはい。緊急はい、で、ちわかょっと、りました。飛び行かないといけないんで、はい。ちというょっと待って。わけでね、一人ぼっちにされたんですけど、少しドローンします。マイクロフォンミューテッド、ラディエンツまあ、イティンーンボーバン。カーは、まあ、このが好きなヒーローで、まあ、バイパーは強いキャリーだからでしょう。これデスプロヘッド見つけるのかな。こっちはデスプロヘッド。最近熱いミッドヒーロー。10 seconds remaining. ウルティ X。この幽霊の数が増えたのかな。攻撃力増えたのかな。なんか忘れたけど、強くなりました。で、シャドウシャーマンのアルティメイトの数も、アルティメイトも強化されて、なんか囲みやすくなったりもしたのかな。最近すごくよく見るヒーローですね。逆にこのインボーカーはちょっとナーフされてからあんま見ないですけど、まあ、彼が使えばすごい強いでしょう。で、バンがバンだ。ブリューマスター。ブリューマスターにスカイラスメイジ。まあ、どっちも強い。どっちも強いヒーローですね。どっちも強い。最近のバン率がすごく高いヒーロー。カイラスメイジはなんだっけ？サイレンスか。サイレンスとヌーク増加が強くて。ブリューマスターは、まあ、序盤から強くて。まあ、後半になると、その変身のアルティメイトのパンダが弱くなっちゃうんだけど、序盤から中盤にかけてめちゃくちゃ強いんで、最近プロの間でも勝率がなんか60%近くあったのかな。で、こっちはエンシェントアパリションとドゥームブリンガー。ドゥームされるとインボーカ何もできなくなるんでね。嫌だから。エンシェントアパリションは、よくわかんないですね。まあ、鬱陶しいヒーロー。モーグでも取ろうとしてるんですかね。あ、けどもうここはバイパー取っちゃってるんで、それはないです。で、相手エニグマ。エニグマ、もうこの3人揃うとクソプッシャーですね。このエニグマさんも、エニグマは森がめちゃくちゃ速くて、で、森の脇を潰されてなかったら、森狩り最速のマイク名ロフォを、ンアクティベイテッド。持ってるんじゃないかなっていうぐらい早いです。なるほで、ど。この、はい、はい、おすかえいりませなん、さい。戻りました。このエニグマが、子分連れて、デスプロあたりと一緒に連押しに来ると、もうたまったもんじゃないっていうことで、タワーがね、速攻崩壊します。向こうはもう完全にプッシュと。そうですプッシュみたいな。まあ、チーム紹介ってしました？ね。チーム紹介は、あんま簡して単ないな。です。はい。今チーム紹介していいんじゃないですかね、今。いいですかね。はい。一応、アフェクション、レイディアント側のアフェクションは前回の大会で優勝したチームはい。ですね。メンバー変わらずですメンかバー変ね。わらずって感じで。で、これは45人ビギナーズはあれですかね。本じゃヒーないローですズ・オかブ・ニュね。アスだと思うんですけどね、ね。多分ヒーローズ・オブ・ニュアスですね。今はい。ピッカーやってる人が元 LD50 の方なんで。
はい、うん、多分そうじゃないですかね。他の人もそうですね。シルバージャンパーさんはパブストンプで1-on-1優勝しますからね。なかなかプリンさんも僕名前聞いたことありますね。本やってた人だった気がしますね、はい、じゃあ 本集まりみたいな感じでじゃないんですかね多分ですけど。なるほどな。でブリストルバックを取ってきましたね。これブリストルバックオフレーンかキャリーですよね。これですよね。ブリストルバックオフレーンかな。フレーンですかね。だけどエニグマが森いっちゃうから、うんうんうん、エニグマがオフレーンの可能性もあるけども、エニグマが森いっちゃうからブリストルバックでちょっと耐えながらみたいな感じあるかもしれないで、レイスキンとルービック。これバイパーをオフレーン行くかもしれないですね。レイスキングキャリーにしてあるですかね。それはその可能性はあるかもしれない。相手のラストピック見て変えてくる気がするんですかね。はい、気もしますね。まあ言うても一応優勝チームなんで、うん、まあありますわ。レイスキングはもう最近キャリーでもよしサポートでもよしみたいな、顎にクロワッサンを蓄えたおじさんですあ、ここ、このそうそう、この顎、ね、のところ変わった時になんかレディットあたりでクロワッサンにして外人が喜んでましたねネイチャーズプロフェット、もうこれ完全にただのプッシュ、ね、プッシュですね、うん、これ、まあある意味強いんですけど、逆にこう最初から押せてないと、そうだね、これレベル1ローションありますね。確かにレベル1ローションやってくるかもしれないですね。いやちょっと楽しみですね。はい、じゃあ僕は、あでもどうなんだろう、やるよな。これバイパーオフレインにぶつけられるんで、なんか別のやつ取ってくるかもしれないですね。はい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 、これは悩むかな。ウィッチドクター、ウィッチドクターということで、あれ今日そうですね、やっぱバイバーオフレーンに行きますね。バイバーオフレーンですよね。さあ5分するかな。あ、これはこれはまさかの行くのか。あ、行かないですね。行かないですね。そういうことはしませんでした。いや、ただこれぶつかるんじゃないですか。そうですね、これぶつかりますよね。そうですね、これはこれはごっつんこしますね。これごっつんこしたときにやばいのはどっちか。これ多分アフェクションの方が強いんじゃないですか。いや、これはエンディングは1番から、ロロロロロロ、これはスタナがあやばい。あこれはあっどうぞ。スタンが跳ねて、いやでもこれは辛いんじゃないのか。おお、ただやりましたね。2ダウン、2ダウンからのバイパー死にたくない、バイパー死にたくない、2キルし、おただターンエニグマ1番取りましたね。ただこれキル取れるんじゃないですか。これ2-2ですね。これ2-2ですね。ただファーストブラッドあるんでアフェクションの方がちょっとだけ有利ですよね、はい、ただもうこれだと、あ、特に何も変わらずといった感じでしょうか。森を守れたのはいいんですけど、エニグマがちょっとどっかで経験値もらわないと、プルーするなりなんだりしてやらないとダメですね。辛いですね。あ、見に行こうって言ってるんですかね、これ一緒にやる感じでしょうか。ラストヒットを出しますと。ただ特にワードがないんですよね。ボットにワードが1個あるんですけど、キュウリを守ってるんですけど、はい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 、ボットにワードがないっていう。これ結構大丈夫なのかな。これはまあトライ当てますね、当てますね。ブリストルバックが1番を取ってることは知っているので、結構強気にいきますよね。そうですね、またトップをメインに見ていきましょう。あとこれんやるのか。やりますね、やりますね。
これ、あ、大丈夫か、ギリギリですね。ちょっとブリスタルバッカーレベル欲しいですね。ただこのままだとシャドウシャーマンが3ストライクで3ストライク決まりました。やってくれますね、やってくれますね。インモーカーはちょうどレベル、さっきのゲームでちょレベルを稼げてたのかな。いやー、この3人相手に2人はきついですね。そうですね、エニグマがもう盛り格なんで、はい、仮にデスプロフェットじゃない、ネイチャープロフェットがヘルプに行けるかっていうと、シャドウシャーマン危ないぞ、跳ねるぞ、これも。あ、これは良くない、はい、これは良くない。ただ、リスバックが最後っぺで行けるか、行った、3番を取りたい。ちょっとまた3ストライクか、決まる。3ストライク決めてきますね。いや、この人にインボーカー渡しちゃダメでしたね。そうですね。ただネイチャープロフェットはファームできてますね、そこそこ。ぼちぼち、まあ、これ最初いなかった時の分かもしれないですね。ですけど、ただ結構襲われると痛いのかな、バイパーに。いや、こっからダメージすごい来るんで痛い。そうですね、痛いっすよね。ただヒューリオも古文でハラスします。さて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 、やっぱバイパーが一番ラスト人取れてますね。ヒューリオン帰っちゃいましたね。そうですよね、これはたまらん、たまらん。で次いでレイスキング、エニグマ、インボーカーの順ですね。ただインボーカーはキルを取れてるのでかなりお金が、そうですね、美味しいのかな。2キルなんでね。あとは3キルですね、あの最初の3キルか。あ、そうかそうか。あ、これエニグマが襲われてる、エニグマが、となるとミッドが1人ってことはバレたんで仕掛けます、仕掛けていく。これは死んじゃうんじゃないのか、いきますかね、クロワッサンさん。あ、これは耐えれそう。いや、ただもう間がないですね、ブリストラックに耐えれましたね。厳しかった。で次ミッドですね、これ。これミッド、さっきエニグマが襲われてるのを把握してたらあまりデスプロフェットは、これもしかしたらクーリエハントが見られるかもしれない。これは、いや、あ、けど、水黒が、あ、これ、水黒言ってた、クーリエ惜しかったですね。ただこれちょっとエニグマ居づらいですね、ジャングルですね。さてトップはジャングルの隅で、そうですね、ボソボソやるしかないですね。戻ってきました。やっぱこの感じだと育ってくるとボトムはバイパーの方が強いです ね。レベル6だったらもう2番使って帰るしかなくなっちゃいますね。そうですね。はてさて、デスロはいいルーン拾いましたね。リジェネいいですね。ただ対するインボーカーはこれグローブ買ってるんでもう見出すでしょうね、これは。そうですよね、今1100ゴールドなんで多分マイナスと。タリスマン持って靴買っててで5分でマイナスとかだと結構理想っていうか、まあこれやったらもう上出来でしょうっていう感じのレベルだと思うんですけど、なんか緑シャドウシャーマンが矢印出してましたね。なんでしょう、サバイバー6になりましたよ、これ。ただこれで襲われますね、3ストライクも来る、3ストライクが決まる。エニグマが助けに来るが、お、これはルビック倒せるのでは。ルビックがダウン、おお、これは追いかけますね、追いかけます、追いかけます。ウィストバック耐えた。お、ただこれデスロフェ下から下から来るけど帰るか、買いましたね。でもよかったんじゃないかな。そうですね。あ、シャドウシャーマンが襲われますね。今ピコーンって鳴らしたんで。行きますね。これは死にま、死にました。振り返りでスキルってもうやっぱ逃げられないですよね、シャドウシャーマンだと。難しいかなって感じですけど、ここでインボーカー5分ですね。5分48秒でブーツといて。ブーツと靴とタリスマンで
これボトム、もうすぐバイパーアルティメイト分の真ん中チャージされるんですけど、これ仕掛けますかね。そうですね、バイパーがメカンスに行きますね。エニグマが行くのかな。45ミンビギナーズどうでしょう。また行きますね、レイスキングに。ただレイスキングはパワートレッツを持ってるので体力が若干上がってます。これ2対3でしたけど、まあ結構死んではいますけど、そこそこ耐えてるって言ってもいいんじゃないですかね。そうですね、2人で、はい、しぶとくって感じで。そうですね、ゴールドさんもアフェクションがやっぱりリードしてますね。なんだかんだ1500円ぐらいですかね。まあ切る差はそんなついてないですけど、やっぱラストヒット分ですかね。そうですね。ほんであとここインボーカーがマイナス買ったんで、ここからまたちょっとずつ、ね、経験値差がどんどん広がってきますかね。これボトムネイチャーズプロベットちょっとしんどそうですね。これはどうだろう。あ、ただミッドでスモーク使って、これ来ますね。デスプロフェット気づかない、そしてマナもない、だいぶ前に出てる。アルティメイト分のマナもない、ない。3ストライク、いやそれも使わずに倒すと。ここでアフェクションゴッドライク出ましたね。インボーカーゴッドライクじゃない、あれゴッドライクじゃない違った、はい、ゴッドライクは9キルかな。9キルだ、はい。今そんなキル、これゴッドライクって言ってた、まあ、ゴッドライクって言ったやばいな、ちょっとおかしくなってきた。ほんでこれそれミッドに行ったのを見てこれ突破しに来ましたね。そうですね。フィリオンも行くのかな。フィリオンも来た方がいいとは思いますね。やっぱこの構成だったら全員で押すっていうのが多分強いと思いますね。ファームするっていうよりも押してくるのを見て帰ってきましたね。そうですね、サポート2人が。あ、ネイチャーこれ泉からウルティ打っていくんですかね。そうな、いやボトムに行きますね。ボトムに行きましたね。マナの分もったいない、帰りました、ね、そうですね。こうなるとちょっと押しにくい感じではありますね。コブも死んじゃいました。ただデスプロフェットがミッドをプッシュ、バイパーがメカできましたね。これやっぱでかきましたかってなると、これアフェクションが、まあ、インボーカー以外要するに4人で押してもいい感じになっちゃうと、45ミンビギナーズがこれミッドを仕掛けてる、きついかな。サンストライクが当たらない、当たらないが殴りで倒せるか、倒せるか、倒せない、倒せない。379に対して足330ですか。インボーカーギリギリで、そこでミッドに仕掛けに来たけどダメですね。エニグマのスモーク切れましたね、割れました。このまま割るんじゃないですかね。そうですね、エニグマのウルティもあるし、あ、トップですね。トップ来ますね。トップブリストルバッカー襲われます。さあどうなるか。割れましたね。でミッド、ミッド、あ、割れました。ミッド割れたよ。バイパーのアルティメットで逃げられるか。オーブラコール、ただサンストライクも来る。サンストライクバイパーのメカ辛い。お、いやレイスキングを復活して逃げるか、逃げられない、これは逃げれない。ないおっとっと、この今の1番でルビックがついでにっていうか巻き込まれましたね。ただこれシャドウシャーマンも順調に2人だったんで経験値そこそこ据えてるんで、そうですよね、レベル6になれそうですね。これいい感じですね。ただやっぱエニグマももうメカニズムできるんで、これから集団戦がどん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 繰り広げられるんじゃないですかね。はい、うん、ただやっぱこうアフェクション側に5人揃われるとちょっとと辛いのかなっていうのは。そうかもしれないですね。どうなんだろう。ネイチャープロフェットはこのままトッププッシュですね。ピンクもうみんなでトップきますね。これそうですね、デスプロもアルティメイトあるんで、これトレードでもいいんじゃないですかねと思ったら、ね、ブリストルバックが襲われてますけど逃げる。デスプロフェットもデスプロフェットはトップ
これもしかしたらミッドを割ってトップ守るか、守れないですね、これは。守れないんじゃないかな。じゃあセカンド行くんですかね、これは。そうですね。あれ、ただ戻りますね。アフェクションは戻りましたね。これルビックが戻ってきたってことは、いや、いや、セカンド行ってますね、ミッド。そうですね。45ミビギナーズなれない。ツアー戻りたいところではありますが、お、仕掛けたいけど仕掛けられない。ハラスだけで HP 半分持っていかれた。辛い。ここで体力回復。イリュージョン。インボーカーは何でしょう、この後ボススタッフあたり行くんじゃないですかね、これ、うん、なんか3人、4人みんな迫ってきましたもんね、これ。まあ、インボーカー倒してからプッシュってなったら、まあ、安全安心確実に倒せるのかな。もっとやばい、強い強い。ただ、これでインボーカーが来れますね。さあ、カンパがない、カンパがないが飛びを飛ばしてれば、これは生き延びましたね。そうですね。インボーカーをギャンクするならダストを持てってよく言いますかね。そうですね。レベル11ですね、インボーカーは。そしてこのスペットアルメイトないけど、インボーカーが帰ってきた、帰ってきた。これは痛い。メーカーを使って、そしてバイバック、デストロヘッド、アルティメットはあるぞ。アルティメットないですね。どうなるか、まあ、けどアルティメット上がるんで、エニグマもメカ使えば、メカじゃねえや、ソウルリング使えばアルティメット打てるんで、ね、これやり合いあるかもしれないですね。シャドウシャンももうアルティありますからね。その間に94がパーフェクト、アルティメットの援護もできますと。ハマれば強いって感じですかね。コブン2人しか出なかったです、今失敗して。かわいそう。あ、これ当たりましたね。ウルト使うか、どうですかね。シャノーシャーマン、シャノーシャーマンが仕掛けないと辛いですかね。ディセーブルがやっぱないんで。お、ブリストルバックが来た。さあ、ブリストルバックがイニシエートできるか。この間にヒューリオン、ネイチャーズプロフェットはミッドでパチパチ。お、ネクロ飲み込むんですね。飲み込んでしたね。まあ、プッシュに対してプッシュで返したいところって感じですかね。まあ、これ押し引き繰り返してれば時間稼ぎにはなりますよね、45ミリギナーズは、ね、これミッドもしかしたら割れるかもしれないですね、うん、あ、ただトップじゃない、ボットは始まりましたね。ルティメイトを置いた、おっと、ただこれブーリックが取りましたね。ワード、ワードの殴り合いですね。フォーカーがミッドに帰り守りました、ね。ダメージが痛い。わーお、わーおって感じですけど、生き返れる。お、ブラックホールか、やばい、ブラックホールができない、縛らない、ブラックホールができない、打てない。あ、死んじゃう。ヒリオンが帰ってきた。音だ、待って、なかった。追加帰ってきましたね。帰りましたね。これシャドウシャーマンがアルティメット出したのがもう割れる、割れる直前だったんですよ ね、 ですね。それだから、それでルビックに盗まれちゃったって感じで、ルビックまだありますもんね。インボーカーはレベル2でいきますね。お、レイチョープロフェットが出会ってしまった。いや、これはまずい、これはまずい。アンストライクが当たる。当たりました。これはちょっともう不運としか言いようがないです ね、 ですね。あんなとこにまさかいるとは。偉人深くでね、ファームしてました。ネットワース見ますかね。わお、もうすぐ1万差ですね、経験値。ゴールド差も1万いくかってところですね。8000ぐらいですかね今。そうですね、トップ割って、アフェクションは守るのか、ボトム。エニグマはブラックホール持ってますね。例えば守れるんじゃないの。あ、もうこれ行く、あ、戻りましたね。来ますね。また盗まれるぞ。ワード取られちゃうぞ。まだがない。あ、取れない。なんか、あ、持ってる。強くなってる。さっきの持ってる。ブラックホールを打つが。おー、2人に入るらしい気が。GG。
チ。ただこれアルティメット打ったデスプロフェット、きついですね。まあ、その間に代わりにブリブリがブリスタバックが2投、あの感じだとやっぱ集団戦引き起こされちゃうと45ミリビギナーズは辛いのかなって。辛いんですかね、やっぱあくまでラットをしないといけないっていうのはありますかね。やっぱ正面から当たると負けちゃいますね。負けますね。やっぱインボーカーのただのこのコールドスナップの話だけでも相当きつい感じで、そうですね。なんでオージスピリットとコールドスナップのコンボ、コンボと言えるのかな。ただ殴るだけっていうコンボですけど結構辛いですね。そしてなんだかんだアフェクション側もプッシュ力強いですね。あるんでインボーカーも飲み込みいってるんでね。どうなるか。レイスキングがブリンクだが、今気づいたんですけどなんかクーリエが1分半前ぐらいに死んでますね、はい、あのさっきの集団戦ですかね。集団戦死んだんだね。ボトムの集団戦中に倒れてたかな、ここら辺。なんかに飲み込んレシピ2つ入ってるんですよね。あ、なるほど。もう17分でレシピ3なんですねこれ。レベル3相当稼げてるというか、ちょっとスコアがおかしいんじゃないですか、これは。ちょっと待ってください。10-0-5 はおかしい。これ4-5ってないんですかね。そうですよね。10-0-5だったら稼げてますよね。で次けどあのエニグマがブリンクダガーもうできるんで、多分次これブリンクダガー来ると思うんですけど、そうですよね。ただブリンクダガーにデスプロのウルティにシャドウシャーマンのウルティがあったらさすがにやれるでしょう感じですけど、ルビックがね取られると。そうですね、まあ、それはありますけども、まあ早くこう5人揃う前に仕掛けたいじゃないですかね。やっぱ5人、いやちょっとなんか右のお買い物リストがえげつないことになってたんですけど、アガニムセプターにダガーっていうわお。デスプロフェットがエール変えたんでなんとかうまいことアルティメットとエールしたいですね。ではもう11になってしまいたいですね、レベル。そうですね、レースプロは11にして、ただルビックもダガーできてるんですよ。ルビックもダガーできてるんですよ。こうやっぱエニグマがまあブリンクして入ったところで、まあ、ルビックもブリンクから遠くからね入ってこれるっていうのあるんで結構きついかな。エニグマのウルティが上がるんですけど飲み込んが届くんですよね、もうレベル3のが、はい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 。これ次の集団戦どうなるかですね。まあ入れば強いですねお互いに、うん、ただリチャードプロフェットもあれですよね、コレクション側はカウンターでも十分いいですよね。うん、エニグマのアルティメット出してからでも全十分カウンターできる余裕はあると思うんで、さあどうなるか。まさか古文だけで古文がタワーを割るだけ割るのか。いや、行きますね。痛い痛い。その間にタワーが割れる。ハード守りたいですね。本当その間にヒューリオンでなんとかセカンド割りたいなってとこですけども、インボーカーが来ると死んじゃうんでちょっと隠れてます ね、 そうですね、様子見してますね。ビコンって鳴らされてましたけど、ネイチャープロフェットもネクロノミコン目指してますね。ローシャン、あ、行かないですね別に。行かないです、ね、ボトム行きましたね。お、茶色がシャドウシャーマンが矢印出してますね。ローシャンの行くぞと、行くぞですかね、行ってる、行くぞですねこれ多分。ただ行ってるぞじゃなくてオブザーバー、あ、スモーク使ってますね、偉い。デスプロの手もあるしシャドウシャーマンの手もあるんで、まあいけるのかな、ね、あ、使わないですかね。デスプロだけでいきます、ね、やる感じですかね、まあ、デスプロ11なんで全然いいですね。さあその間に差を見ましょう。12000差、経験値12000、ゴールド1万ちょいですね。結構厳しいところではありますね、どっかの集団戦。
かギャンクでちょっと巻き返したいところですけど、どうかどうなるか。トップをしますね、アフェクションが。クリストルバックがもう HP が全然ないんで行って帰ってからなんで、これもう間に合わないですね。サード守りですかね、45ミンビギナーズは。おっと捕まったシャドウシャーマン。ただ変えられる。サード守ってユリアのボットを押せたらベストなんですけども、時間を稼げればとりあえずタワー差はイーブに持っていけますけど、デスプロフェットのアルティメイトが40秒近くない、50秒つらいか。おっとルビックがダイブする。そしてフェイスキンがさあ来るか。エニグマのグラこれもシャドウシャーマンウルティオビニングしかないぞ。置くしかない。来る。お、入りましたね。ブラックホール3人入ってる。ただ簡単だ、みんなでカンカンされてそうですね、今かなり辛い。ブラックホールは綺麗に決まったが、ちょっとダメージが出なかった、ね、ダメージ出ませんでしたね。ただこの間にアルティメット適当でいいんでポッと置いてきたかったね。これそうですね、打とうとしてる間にカコンカコンと。あ、ただこのままどんどん押されますね。さあネイチャープロフェットも押してますね。ただボット返ってくる、インボーカーが来る。あ、ドブレイナーも出ましたねこれ。ただその間にフィリオンは割れなかったですけど、アフェクション側はトップラックスを破壊に成功しました。まあでもこれやっぱエニグマのブラックホールで止められたからといってダメージが出るわけじゃないんで、デスプロフェットが出してないとまずいですよね、やっぱアルティメット難しい。あ、次ですね、これ多分次が結構、次負けちゃうと45分は厳しいんじゃないですかね。あっ1ドクターまで上がり向かってしまった。これは恐ろしいことに、ユガリゴダンスが始まります。どうでしょうか、スモークのピンかなこれは。そうですかね、スモークですね、はい、これはミッド行くんですかね、はい、ネイチャーはこれミッド見えたら多分もうそのボットを押しに行くでしょうね。でインボーカーと、あー、そう、うまいっす。X 持たれると辛いんじゃないかな。これで確実にインボーカーは入れないとダメですね。ただこれ裏から行こうぜって感じ。これは裏から？ちゃんと3回してますね。アガニミ持ってるぞ。お、入るか？最初に止めて、ウィッチドクター止めて。ウィッチドあ、ウィッチドクターを止められない。いや、けどインボーカー。アルティメットが跳ねる。これは辛い。ここでフィリオン以外でワイプ、これミッド割れますね。割れますね。ここで GG が出ました。まあなんですかね、最初の当たりもそうだったんですけど、そこからバラン負けることなくずっとトップレーン維持できてたっていうのはありますかね。はい、まあ2対3で結構2人側もこらえてた気はするんですけども、はい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 、やっぱりアフェクションがなんか30対7ってなってるように意外と死んでないっていう、うん、そうですよね、はい、まあ、あと3つのインボーカーが一度もそうですね、これはでかいですね。ファンストライクでポンポン切れ取られてしまいましたからね。そうですよね。ファーストブラッドもインボーカーだったんですかね。どうだったんだろう。なんか最初に1キルしてたんですね。そう、あの辺りでネイチャープロフェットが最初取られてましたけど。そうだね、うん、まあ後で見ます、はい。ってことでまだ時間があるので少しあれですね、少々